はいみなさんこんにちはレクセニコーショー原ですいよいよ司法書士試験本試験ぜひ頑張ってきてください焦る必要はないと思います卓一でも記述でも必ず答えは問題文の中にあります卓一であればね1から5 r からをまでの足のどれかが正解ということになるわけですし記述でもですねそこに示された事実から統計を明らかにしていく という判断をすればいいわけで、必ず答えはその中のどこかにあるわけですから、焦ら,焦らずにね、時間いっぱい、ぜひ頑張ってください。あと、 前日寝れないっていうことがよくあると思うんですけれども、大丈夫。試験は1日で終わります。1日くらい眠れなくてもね、横になって目をつぶってゆっくり休んでいただければ、1日の試験をきちんと実力発揮して乗り切れるだけの休息は取れますので、寝れないからって言って起き出して過去問解いたりしないでゆっくり休んで、本試験最後の1分1秒まで諦めないで、ぜひ頑張ってきてください。